お疲れ様スラットです。今日はですね、こちらマイティコカツから進化しましたマイティドリルやっていきたいと思います。これもともとね、なんとゴブリンバレルでしたね、このドリルの爆発層だったんですけど、マジでバレルがドリルにちょっとなんかグレードアップしたというか、なんか変わったのがね今流行ってますんで、やっていきます。いやマジで全然このバレルでもめっちゃ強いんですよ。そうバレルでめっちゃ強くてめっちゃ流行ってて、なぜか今このドリル型もねいるということで、多分これ、まあ、バレルも強いしドリルも強いんだけど、もうこの組み合わせが強いっすね。大砲スケファイスピー吹き矢ウッドっていう、だからもうぶっちゃけこの枠をなんだろうな、ロイフグとか、まあ、スキュラとか別に何にしても強いんじゃねっていう話ですよね。そうラバーとかでもいけちゃいそうな、もうラバロケットヤンキーかな。いやマジ本当にそんぐらいマジで強いです。さあということで今回の相手はコカツちゃん。いつもだったらコカツ対決でしたけど、今回の私はドリルですと。ロケ打っちゃうか。だからロケ削りが結構大事になってきそうな気もする。うん、相手も速えなロケが。でこれはスケファイスピあるんで別に打っとっても完封できます。いい、まあ LSP これキンキン狙ってもよかったな。まあ問題はちょっと縦の戦士とバルキリーあるから、俺の攻めが言ったらあんま入んないんですよね、ドリルが。それで相手のバレルも言ったら入らないから、ロケ削りになるわけですよ。どっちのロケットの使い方の方がうまいのっていう話よね。そうまあだからちょっとねタイミング見てドリルロケットしたいですね。ここか、絶対ここにバルキリー出てるか。インフェかーい。いやでもちょっと入ってる。でかいぞ。これもう一個いけば。ああ、いい LSP だ。この爆弾って500ぐらいあるんですよね、マジ。最近知ったんですけど。さあ、爆発強すぎ。爆弾だけ置いて逃げる。あれでもバレルロケはね、今多分、打ちたくて仕方ないと思うんですけど。さあ来た、ずれてんな。おい、さああとはもう一生これまだロケットも打っていくよって。ロケ打ってかないとダメ、ダメージ入んないですからね、打っても入んねえんだからよ。やべ怖え怖え怖え、マジで怖えな。これあんまドリルこれいらんすね、気づいた。はい皆さんドリルいりません。お、これバルキリーもとっても冴えてる相手ってことは確定演出。あーうまっ、エレスピからのウッドだ。やべ俺の吹き矢逃げて、逃げろよそれ。やべさあ回転は早い、定位置手前か。さあロケ打っていかなきゃ勝てない。でもロケ打てばなんならめっちゃ刺さる。大砲先置いときゃよかったっすね。あでもこれ安心安全だ。てかドリルの回るの早っ。これドリルあの落下ダメージとウッドぐらいで落ちそうじゃない。落ちてくんだけ困る。いやーはい強ということで、まあ、言ったらミラー対決に近い。あでもマイキー入ってねえのか。あれで普通の復活っすね。さあ日本人なのか外人なのか、まあ、絶妙に分かんないね。なんかよくいるんすよね、日本語がついてる海外プレイヤーとか、海外プレイヤーっぽい、いや日本人なんかいみたいな。さあこれは一体どっちに当たるんだろうっていう、分かりません。ドリル飛ばしてこう、アイスビズーベビドラー、まあ、遅延スケラ的な感じ。まあ、遅延スケラか、まあ、周りのペッカバルーンとか、スケラフリーズかなぐらいしかないっすね。まあ、逆行ってコスト使わして。遅延スケラっすね。遅延スケラは、まあ、結局ロケみたいなとこあるっすね。どんだけロケで削っていけるか。金ギド嫌だからな。このうちに出しちゃう。
全然ダメージ入らんな。どうしよう。さあ、ベビドラの圧が。いた。入りすぎじゃない。なんならゴブリンバレルの方が良かったっていう、そのパターンがちょっとあんな。いやまあでも全然ある。うわー、しっかり金起動してくるな。硬すぎ。いやー、もう一回耐えたらあるな。ありました。うー、気持ちいいなーってことですよね、結局。まあこれが枯渇だったとしても同じですが。さあ、ロケが強すぎた。危ねー、ロケないとあんなん勝てないですからね。マジ削れなさすぎて、こんぐらい、こう考えるとロケマジで強い。さあ一生削ってこう、チクチクしてチクチクできなくなったらロケですね。ドリルがもっと入ってくれる相手だったらすごい楽なんですけどね。さあ気をつけ、コウモリはあんまないな。キョロイとかマイティ引っ掛けありそうだな。マイチだよ、トリトン。おお、息子のびっくり。いや、なんで吹きがかすった。まだにかかる。やばい、なんだこれ。ちょ待って、やばい、地獄に入ってる。さあ、キョスケマイ、ん、キョスケママキノコ、にガガ5匹飛んでる。痛い。ロケットをしますね。いや、ゴブリンバレルも入ってる。いや、エロー、このデッキ。いや、こういうデッキはね、スケルトン部隊とか出てくるんですよ、これ。チロチロチロチーンって。いや、どこまで追いかけんの。あー、で、ウッドもあったもんね。ウッドじゃない、ゴブリンバレルか。あー、で、これ、マザネクマンのか。うわ、やば。これ、スケ出したら、マザネク来るっすよ。やべー、これ。冷静に戦いにくいわ。
ヒョロイの枯渇マシマシみたいな。スキップだけはやめて。いやーでかい。おばさんぐらいならどうとでもなる。まあこういう時ってね、やっぱ呪文が入ってないことが多いからね。うん、いやいいよ、素敵素敵、流れがいい。さあキノコもあまりあれには活躍できない。お、スケルトン部隊読みロケット。いやウッド使いてえけど、マジウッド使うとな。あいつがいるっすからね、ゴブリンバレル。いやこれでもスケブが出てくる。いやーめっちゃいいじゃん、ゴブリンバレル後から対応する。いや吹き矢、いや次は。さあこれ逆サイにロイ・ジェイ・バレルぐらいが、はい、来る前に下がっていく。いやいいね、大砲吹き矢強すぎ。まあマイティが強いです。さあ相手も諦めてしまうほどのデッキなのかプレイなのかというところで、相手のデッキも面白そうでしたけどね今の。まあウッドゲーがないのが傷そうでした。さあよろしく。名前がこれなんか読めそうで読めねえ。さあ韓国クランにいるのでスケラの可能性大と。そこまで後ろからゆっくりいきますね。インドーラー、まあ、ラバかスケラかワケワカメか。まあさすがにこれは逃げ得。あーもうバルーンじゃない、どっからどう見てもバルーンか。これインドラぶっさせられなければ大砲ドリルでキング起動もできるっしょ。ロケットでバルーンも守れるんでって考えたら結構おいしい。これ届かないか、これ届かないっすよね。うんだよね。わあちょっと待てい、ボストもったいなしシング。いやインドラ高い位置がこれ取れねっすね。ピュイーン、はい、まあそれぐらい上げる。さあからのドリルでもう一枚使わしてからの逃げ。うわー使ってこないか、マイティ逆警戒してるんです。まあロケ強これめっちゃ強いやんバルーンに、マジ。まあ、相手の型にもよるかもだけど今んとこすごい相性良さそう。もうボーラーとかさえたらそうもういっちゃうよね。これやばいかな言うて。すごいなんかロケット誘ってくるっすね。いやマジ鉄壁すぎんこれ。相手言ってるこれ、お前ふざけんなこれ通るわけねえじゃんつって。おいキング起動しろよ、ちょっとやばい、キング起動用だった。さすがに勝ったんじゃないこれ。これまあでも言うてダメージ俺が入れれてねえからね。やべえドリル変なとこ行ってる。
なんとも言えないけど、まあ、ライドラにロケ打っときゃいいな、これ左徹底守って。おお、そこのライドラか、新しい。これやばすぎ、マジ絶対取んねえだろ相手のセブン。トモちゃんこっからやばいっすよね、なんか普通に。冷静に守れる気しねえわ。危ねえ。危ねえ。危ねえよ。いやマジで多すぎ。やばい、ボーラー2体いて、なんかバルーンもこうすげえ2周目来てランバーもぶちくちくちく。マジで余裕でしたね。危ねえ。いやマジ普通に負けそうだったわ。あんだけなんか綺麗にね、両サイなんか一斉に来られるとね、さすがに危なかったな。まあなんとか切り抜け、うん、さあよろしく。いやクラン的に日本の方かな、名前的には海外プレイヤーだけど。よいしょ。さあディガウッドってことはなんだろうね、ロイか、エレスピなんでロイかな。さあドリル飛ばすとゴーストぐらい、あ違うな、ディガーだもん。ディガットなんだ。ダックプリ、あジャイでもジャイウッド入ってないな。ディガロケ、ディガロケなんか使ってる人いる、珍しくない。でもディガロケっぽいね、どう見ても。でダックプリサイトもなんだウッドからのイチコスだ。さあまあ吹きは右サイド徹底で、これダックプリも咲いてるよね。ディガーは毎回つけて拾っていこう、まあ、マイティ当てれたら天才なんですけど、そんな天才に私はなれない。うん、さあディガーロケだ。じゃあ俺もロケ打っちゃおう、まあ、俺もって言って俺が先に打っちゃう。お互いまあロケ削りなので、うん、まあディガーの削りとドリルの削りでちょっとドリル毎回完封されると難しい話にはなってきそうだけど、そんなこともねえか。サイクルずらすぞこれで。もうドリルいらねえっつって、もうロケだけで削ってく。さあできるだけ重めのコスター使わない。さあもう右はリーチなので左落としに行って、まあ、2-1もことを考えて、さあロケット打ってれば勝てちゃうよねっていう、まあ、ドリルが刺さんない相手とかね、まあ、ロケ対決とかでもちょっと回転早いよねやっぱチャンピオンいる分ということで、さあこちらのマイティーコカツのマジでゴブリンバレルがドリルになっただけなんですけども、
本当マイティコカツ使ってた方とか、まあ、コカツ使いの方にはめっちゃ使いやすいんじゃないっていう気がしてます。そのまんまなんでね、はい、これを機にちょっとドリル使いにもねなってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。では大塚ちゃんでした。またねー。